全く手つかずの海岸を今年の頭からもう標本的に埋め立てようとしました。それはいろんな環境的な、分野からも指摘もされてますし、そこに原子炉設置許可っていうのがまだ下りてないんですよね。その埋め立てても原子炉を建てていいという許可が出てないのに、埋め立て、許可っていうのは県知事が出している状況です。だからもし埋め立てもしましたけど、原子炉はまあそのうち総理大臣が出してくれるんじゃないのっていう、経済産業省が出してくれるんじゃないのという推測のもと、埋め立てを勝手にやろうとしてました。それもすごく問題です。もしそんな原子力規制強化もないのに埋め立ててどうするのっていうことを、ずっと訴えてたんですけど、岩井島の側はそういうものを受け入れられずに、でもそれを2月21日に強行工事があったのは、こういう形で不特定多数のたくさんの、人が全国から駆けつけて数百人集まりました。数百人が田浦海岸に座り込んで、その強行工事を阻止したんですね。そんで阻止した状態で膠着状態が続いてました。毎日警備員が来て座り込みが来てどけろどけないの話をずっと続けている最中に、福島原発が爆発してしまって、その工事は中断したんですけど、もう本当にもう狂ってます。原発は止めてくれ止めてくれ、新設っていうのはありえないと思うんですけど、その新設の工事をしている最中に福島が爆発してしまって工事が止まってるんですけど、どこ寝てもほんの少し考えりゃ俺にもわかるさ、おっしゃのは岩手うまいもんが食いて、何やってんだ金返せ、目を探しな、巧みな言葉で一般庶民を騙そうとしたが、ほんの少しバレてる、その黒い腹青森県で今何が起こっているかをちょっと待って、今日本日の話なんですけど、青森県にイギリスから高濃度の高レベル核廃棄物が6カ所ぐらいに入ってきます。それは過去10年以上日本の使用済み核燃料をイギリスに持って行ってセラフィールド再処理工場というところで再処理してプルトニウムと高レベル核廃棄物に分けて保管しておいたんですよね。その保管期限が切れて、プルトニウムはどんどん日本に入ってきてて、そんで去年にも1回入ってきたんですけど、今日もまた高濃度の核廃棄物が6カ所ぐらい入ってくるんですよね。でも6カ所ぐらいの使用済み核燃料プールっていうのはもういっぱいになってしまってて、だからこれ以上もう核燃料使用済み核燃料入ってこれないんですよね。で今日本でどんどん原発稼働させてますけど、その使用済み核燃料もいずれは6カ所村に運ばなきゃいけない。でも6カ所村はいっぱいになっているという状況なんですよ。で、それはもう今に始まったことじゃなくて何年も続いているんです、その状況が。でも新しく作ろうとしている。そんでさらにもうじゃあ6カ所いっぱいだからどうしようっていうことになって、青森のむつ市っていうところがあるんですけど、むつに中間処理施設、さらにまた新しい中間処理施設作ってるんですよ。どうせそんなの作ったってまたいっぱいになるんですから、それを何度繰り返してもダメだから、それをみんなちょっと気をつけてそこのところ指摘していかないと、もういつまで経ってもいたちごっこどころじゃないっていう、もうなんかどんどんなんか作っていっちゃってるんですよ、あの人たち。でさらに青森県の一番北に大間っていう町があって、大間町に上関原発と同じく大間原発っていう新しい原発を作ってます。それもかなりクレイジーです。で大間原発の敷地にまだ売ってない
土地を売ってないおばさんがいて、あさこさんって言うんですけど、あさこハウスっていうのがあって、その人の家の周りは完全にフェンスに囲まれてて、でその家の一歩外に原子炉があるんですね。家から300メートル先に原発が立ってます。クレイジーです。ぜひ見に行ってください。そんでそこに、まあそういう青森にかなり危険な状況になってるんですけど、もう青森県民のほとんどの人はもう原発当たり前でしょみたいになってて、県知事選がこの間あったんですけど、三村さんっていう原発をずっと青森に誘致してきた人がこの4期連続でまたさらに当選しちゃってるんですよね。それは福島原発が爆発した後なんですよ。もう本当にクレイジーです、この国は。でもう核廃棄物に関してももうどうすんのって突き詰めて言うと、いやあれはモンゴルに埋めようと思ってるんですよ、そういうバカなことを答えるんですよね。そんな他の国になんで核廃棄物埋めて、お前自分とこの国で原発作ってるんだよっていう、そういうことなんで、本当にこれは反対運動とかも頑張っていかなきゃいけないんだけど、みんながいかにクレイジーかっていうことをこうやってたくさん街に歩いてる人に伝えていくしかないと思うんですよね。もう普通じゃないんで、この国、この国というか原子力、核、放射能、すべて普通じゃない、行かれてます。だからちょっとみんな声を上げていきましょう。今日は本当にありがとうございます。盛り上げていきましょう。